お願いして見てもらうという。今はそんなこと言わなくてももう分かっているという方もいらっしゃるということですけれども、そうではなくてもうちょっと広い範囲で見るという動きもあるんですが、判断として今何が役立つかということについて何かコメントをいただければ。地滑りなのか活断層なのか。私地滑りそのままやっているわけでないので、研究その学会まであるところで、ただまあ見た感じがですね、そういう今ちょっと異様な変形をしていたと。この上のこの辺もこのリースをずらしているっていうところは、まあこれはみんな共有してみたんじゃないかと思いますけども、だからこの上のズレの方向だとか、こういうくさびに落ち込むというのは、これが横ズレ断層ではもちろんよく見られます、こういう構造は。で もしそうだったら、この歴の扁平歴の向きだとか、それから上線ですね、それまあそういうものとか、まあいろんなここら辺の石ころちょっと立ってますよね。こういう扁平歴が立つというのはズレ以外には普通は起こらないですね。まあ水平に近いあれ、こういうところね。だからそれか、そういえばここの上にもですね、粘土層質のところがあったんですけど、ほぼ水平な滑りがあったのをちょっと言い忘れましたけれども、まあいくつか滑りはあったですね。だからこのこういうちょっと粘土質な部分の中にこういうものとか、もっと水平的なもの、それも面が見えました。それは北側の方で明瞭だったんですね。今ご質問したいことは、年代的には、まあ、12万5千年以降であろうものがズレを起こしていると。それで一方はこれは活断層であろうということで、一方ではいや、それ以外の原因としては地滑りが考えられると。ここまでよろしいですか。それでこれが12万年前かどうかは、今言ったようにこの上の層なんですね、その KTZ が入っているというのは。だから向こうの人はこれはもう一つ前だというようなことを言ってたんで、この層がもっと古い可能性もそれはあると思います。まあKTZ と呼ばれる火山灰を含む層順はもうちょっとこの辺の層順だそうですから、これそのものはそれより古いというのは確かですね。かほとんど同時期か、もう少し上かっていう。はい、どうぞ。ただもちろん僕もこういうところなので、どっちかといえばきちんと年代を出した方がいいとは思ってるんですけど、ただまあ逆に地形学的な常識で考えれば、波食台の高さがずっと10メーターぐらいで続いてきているわけですから、でそれが KTZ に覆われて、まあ、12万5千年ぐらいということで考えると、そんなにその判断がめちゃくちゃおかしいんじゃないかということは僕自身はないかなと思ってます。ただまあ慎重期すという意味ではやった方がいいんじゃないかと思いますけども、そういう意見です。時代に関しては確定ではないけれども、多分地形屋さんの常識というものがあって、その常識に頼るならば12万5千年以降であろうと。でもまあ非常に重要なことなので、もう少しきちんと年代を求めた方がいいという意見もあり得る。その通りだと思いますが、質問はですね、これが活断層起源による動きなのか、それともそれ以外の原因なのか、それ以外の原因としては何が考えられるか、地滑りが一つある、それ以外にありますか。まあ地滑りの方向がどうかっていうこともあってですね、そこら辺になると、まあ、専門家のご意見をちゃんと聞いた方がいいかなって感じはしますけれども、まあ、直感的にはやや難しいと僕は思いますけどもね、ディスプレイで作るには。しかしまあそれはちゃんと聞いた方がいいというご意見もあるので、
それはまあ考慮した方がいいかなと思いますけれども、先ほど地滑りじゃないだろうというご意見があったので、もう一回そこのポイントをお願いできますか。まあ、結局どっちの原因にしても地盤が動くってことに変わりはないので、まあ、そういう現象はどっちでも見られるんだってことなのかもしれないんですけども、逆に、まあ、活断層であるっていうその条件を満たしてないわけではないわけですよね。複数回動いているとか、第4期後期に堆積物を変異させているとかで、逆にこれは本当に分かりませんが、地滑りの人が活断層ではないという判断ができるんだろうかと考えたときには、僕は結局同じ答えが返ってくるんじゃないかと思っておりまして、でどちらか分からないんだったら、それは非常にグレーとか濃いグレーとかじゃなくて黒に近くなってくるという話になるので、もちろん聞くどういう特徴が見られるのかということをいろいろ聞いてみることは役立つと思いますが、おそらくそれを否定されることは、まあ、活断層としてはないだろうというふうに考えております。要するに、まあ、ディスプレイかもしれないけれども、ディスプレイの専門家は活断層の専門家ではないので、活断層でないという結論をディスプレイの専門家が出すのはおそらく難しいだろうと、そういうことですか。はい、ありがとうございます。渡辺さんどうか。まあ、関西電力さんは非常に詳しい調査でですね、その水色で書いた F6 っていう破砕帯が連続しているという非常に詳しい地質調査があるわけですね。でそれに、まあ、ほとんど並行しているところに出てきていて、断層と、まあ、厳密に言えば断層の可能性があるその動きがずれ見えているということは非常に重要な点だと思うんですね。ブツブツになんかなっているんじゃなくて、かつての調査で連続したものがそこに見えているということですね。判断のもう一つの根拠としては、局所的なものではなくて、南西方向に連続したものと考えられるということですね。他に何かございますか。いや、私は何回も言うようだけど、トレンチの中だけでね、こう見るんじゃなくてね、そのもしそれあれだけの変異を 12.何万年前に起こしているなら、ここら辺のこの両方を渡って分布する中位段丘面にじゃああるのか、変異があるのか、それから宮廷性高度に違いがあるのか、それからその本当にあれは連続性のあるものかどうか、北側の海苔面では写真でお見せしたようにほとんど破砕帯のようなものがないように見えた。それ誰か今さっきここのここですね、この下なんです問題は。まあここのところをほとんど私は見た限りでは見えないですね。破砕帯っていうか粘土帯はなかったし、あれって綺麗な滑りなのに見られない破砕帯と言われるほどのものではないと、まあ、これは岩質の境界でもあるんですね。だからその辺ではもうちょっと今までのあれで言うとこれ普通に言ってる断層、まあ、活断層みたいなあれとは違うぞという直感でしたね。よろしいですか。岡田先生は中央構造線のような大断層を調査されてるから、まあ、それは正しいんですけど、これは大断層ではないんですよね。多分地質時代、非常に古い時代にできたものが最近1回や2回動いたと、そういう話なんですよ。だからそれを中央構造線に見られる、あるいは跡継が断層 その大破砕帯と比べるのはちょっとおかしな話かなというふうに思います。いえ、私はそういう大断層を調査してきてるけれども、割と規模の小さい三河の地震断層だとかああいうのも見てるし、それは見てるんです、それそれでそういう経験から、まあそれはもちろん私のあれから言ってるわけですけどね、まあそういうあれがここで見てる破砕帯とですね、尾根の上で見たものとは、またこれまた違う、私のあれでは。
それはだからすいません、だから尾根の上に見てるのはこうストレスが曲がってですね非常に厚くなってるところなんですよ。あれは今できたと僕思ってないんですよ。でこれもそれが過去にできたものであって、でこれが最近のオルクバで、オルクバでって言っていいか分からないけど、あの釣られて1回か2回動いたと、そういう話をしているわけで、そこに大断層のような構造がなくてもいいのではないかというのは私の意見。これあの今堂々巡りになっているんですけども、だからその時のズレがどれぐらい あのものなのか、それが私が言っているその上線とかね、ああいう滑りの方向だとか、あるいはもう少しそれはあの学術的に科学的にあの冷静に見てほしいということを言っているわけですよ。あの見方というよりかはですね、どうしたらその2つのことが分解できるかという方向に議論を進めていただきたいんですけれども、一つはまあ上根といいましょうか、上線といいましょうか、要するに滑ったものがどうなっているかということですね。ただそれはあくまでもそのこの端っこの話であって、少なくともまあ先ほど、まあ、この図で見ると右ズレのようにこれは書かれているんですけれども、ちょっと先ほど伺った話ではここのズレのセンスっていうのは決まってないっていうふうな話をされてたんですよね。で、本当にこれがつながるのであれば、やはりここも同じように右ズレを示していないとこれはおかしいであろうと。だからであのこれ乗線で、まあ、私詳しいことは説明しなかったんですけれども、あの乗線使ってズレのセンスを判断するっていうことはこれは可能なので、それで、まあ、あの乗線なりここで、まあ、カンデンサーは大体ブロックサンプリングって形でやってるんですけれども、何でもいいからとにかくここ のズレのセンスを出していただくと、でそれが上と同じかどうかっていうことはあのきちんと検証するべきかなっていうふうに思います。でもしこれが逆だっていうふうなことになってくると、まあ、岡田先生がおっしゃられるように地滑りの可能性っていうふうなものはあの考慮すべきかなとは思います。あのどういうふうに進むか分かりませんけど、これ左ズレになったらですね、地滑りはありえないですよ、うん、ああまあそうですね。そうですね、そうすると乗船では判断ができないってことですかね。そうなってくるとズレのセンスは、地滑りであろうが活断層が続くっていうふうな仮説であろうが同じことだから、判断はそれでは不可能だってことですね。あとは連続性ということは確かにあるかと思いますね。まあ地滑りだったらそんなに連続性はずはないので、しかしまあ連続してるかどうかっていうのを判断するのは実はそんなに容易ではないでしょう、おそらくあそこを掘りまくったとしても。はい、で他に何かいい判断の方法はありますか。あ、じゃあこうしましょうか。とにかく滑りがあって、それはおそらく12万5千年前以降のものと見られる。ただしこれがそこの表現をどうしたらいいのか分かりませんけれども、あの活断層によるものと考えても矛盾はないが、地滑りの可能性が全く否定されているわけではない。そんなところですか、皆さんのご意見は。全くは言わない。地滑りの可能性が否定できるわけではない、否定はされない。地滑りの可能性がある。はいはい、あるでもよろしいですか、渡辺さん。もういい。あの少し議論が堂々巡りして疲れてみたいですので、多分ここが一番のポイントだと私は思うんですけれども、これ以外に、その大井の原発の安全性に関わるという点に限って言って、ここでこれから取り上げるようなポイントがありますでしょうか。
を含む地域のところで海成段丘面あれが変異だとするとこっちが落ち込んでるわけですね。西側がどれぐらいのあれか知りませんが、どれぐらいのあれメーターオーダーを越せばそれは分かると思いますけど、もう何十センチメーターオーダーはないんじゃないですか。あれ50センチぐらいですよね。それになってくるとね、そこまであのそれはあのいろんな宮廷線高度を測るといったってあの何十センチの議論はあのそれは無理ですよ。だけどここの上のあれに優位に差があるかどうかはこの段丘面 の, あの差とかそれから宮廷線高度だとかそういうのを求めればあのあのまあまあ、 あのメーターオーダーだったら分かる。ですが先ほど見た限りではまあ50センチ程度ですよね、段差はねと思いますので、それもやはり難しいだろうと思いますが、もっと他にもあの断層があって累積しているというようなことがあれば別ですけれども、それその私がコメントしてたのこの延長ね、あの結構今きれいに見えてたし、それからここ の, あのか、まあ、はしごのところを降りたところ、あそこにはまあ続かないというか、あれは地質の境界であるけれどもなんか滑りのようなものは見なかったし、この両脇 の, あの歴層には、まあ、現場で見た限りですね、あの、まあ、あの優位な高度差はなかったと思いました。まあ、だからここのところあのまずあの北西これ続くならこの海底もそれはあの重要な、まあまああれでしょうね、ここだけであの得られない、これがこっちまで続くほど非常に延長性の高いものなら当然この辺まであっててもいいでしょう、この海底にも。そういうあのデータがあるかどうか、ちょっとここの路頭とあれですね、はい、あの海岸のところは別として、海底はですねあの配っていただいたあの図があります。私あの音波探査の記録は見させていただきましたけれども、肝心の図が見えなくなってしまったんですけど、確かに南北走行の南北に伸びるような、ものは見えていますので、あの海岸の、要するに岩のある岩礁ですね、いわゆるの部分に関してはある長さ南北方向にあの色ずりのやつがありましたよね、あれで見ることができると思います。ただそれが単なる侵食によるものなのかどうかそれは分からないので、これも決定的な証拠ではないけれども、ないということにはならないので、どれでしたっけ、これでしたっけ、あります。それからそれからさらにこれね、うん、あの今あいかん、うん、ここのこれピタッと今一致してるんでしょうか、あのここの位置関係です、この貼り付けてあるこれの延長っていうあれですか。はい、それはあの貼り付けてあるとの仮定ですね。ああ、はい、それは関連さんが作られた図なんで何とも言わないです、ね、そうするとこの延長というのはこれは非常に明瞭、結構ありますね、これは非常に明瞭ですね、こうですね、こう、はい、こういうの、はいはい、今言ってるこれ、はい、これのどこを言ってるんですか。こうこれですね、これは非常に明瞭でしょ。こっち続かないような感じですね。いや、それはよく見えないですね、川崎は、うん、これは明瞭ですね、これ、これ、こういうこれもだここに続くかどうかっていう、あ、まあ、ここはないですからね。ここは岩礁のこのこのまま行くと岩礁にあの行きますけどね、岩礁の脇を通るのか中を通るのか分かりませんが、ここではちょっとデータがないので何とも言わないですけど、さらにその北のところはこの資料がありまして、あの音波探査を丁寧にやっていただいて非常に明瞭に見えているのはこのここでは FO1 と書いてある断層です、これがあのだんだん税の量が小さくなって DB の2の
側線のところで小さくなる様子がよく見えます。それでもこれには続かないんですよ、もちろんこれには続かないけれども、変異がだんだん小さくなってここで終わっている様子はよく見えます。で、要するにここは非常に立派な活断層と活断層に挟まれた地域に当たっていまして、非常に立派な活断層がないことは明らかです。それは皆さん多分一致されている。ですからもしあるとすれば、それは非常に立派ではない活断層しかないという地域なわけです。それでもう一回繰り返しますけれども、おそらく12万5000年前頃にできたと思われる、海岸ですか、海成面ですか、それがずれていると。海成段丘面がずれていると。ただその原因としては活断層によるもの、あるいは、地滑りの可能性が考えられると。このことに関しては皆さんが一致されたと、一致された結論であると。はい、ありがとうございました。今日はそれ以上のことはちょっと無理そうなので、さらに再調査をしてもらうのか、あるいはここで何らかのアクションを取るのか、ちょっと、いずれにしてもですね、こちらの言いっぱなしというわけにはいかないので、必ず事業者の方から、ご説明というか反論というか、それをしていただかないことにはいけないと思いますということですので、大変お忙しい先生方には恐縮なんですけれども、11月7日に、辛くもお時間があるということを伺っておりますので、もう一度集まっていただいて、より掘り下げた議論、あるいは事業者の方のご説明を聞いて、もう一回考えるという機会を作りたいと思っています。島崎先生、その明後日ですか、水曜日です。それはもう今調査しているものとか、あれは出てこないですよね。あ、はい、水曜日です。今こう出たようなものについて、向こうからのあれですか、説明というか、今日いろいろ疑問点が出たことについて早急に調査して、水曜日に結果を出すということは不可能だと思いますので、あくまでも、これまでの、調査結果について、いや我々はこう考えるというご意見がおそらくあると思いますので、それを伺いたいということよろしいですか。すみません、ちょっと先ほどの渡辺先生の発表の中で、F6 断層が、応力によって現在の応力によって動いたというふうな話をされているんですけれども、応力を考えたときには、F6 は動きにくい方向を向いていると。でそうすると、考えられることは、例えばこの FO1 とかって書いてある、これはもう明らかに今の、応力を考えれば動きやすい方向を向いている断層です。で、当然 FO1 とかが動けば周りの応力場っていうのが変化するので、 F6 が動くっていう状況は当然もし F6 がきちんと続いているということであれば、そういう状況というのは想定しうることかなというふうには思っているんですけれども、先ほどその渡辺先生がおっしゃられた、その今の応力場で動いているというふうに言われたというのは、そういう考えで言われたということでしょうか。その通りです。その通りだということで、何か他にご質問か何かがもしありましたら今お願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは事務局の方、こういう形に進んでしまいましたけれども、何かよろしいでしょうか。はい。
ですね、最後に私の方から今島崎の方からですねご案内の通りですね、11月7日水曜日、14時から、規制委員会の会議室事前会合と同じところでございますけど13階の会議室でございますけどそこで、開催させていただきます。詳細につきましては別途ご連絡させていただくとともに委員会のホームページで掲載させていただきます。だから本日の資料は私どもの方から郵送させていただきますので一応においたまだ結構でございます。事務局の方から以上でございます。ありがとうございました。今になってよくよく時間を調べたら17時まで実は会合の予定があってたのを少し早めに終わってしまうことになりますけれどもいやまだ言い足りないことがあるぜひ言いたいってことがありましたら時間がありますのでどうぞ。まあなんていうのかな公開の原則というのは非常に結構なんですけれどもあまりにも大勢の人に囲まれた中のパフォーマンスでこっちが疲れてですね冷静にものを見ていくというかあれを見たらこれを見てともう我々こうそういうのを、まあ、なんていうのかああでもないこうでもないっていろんな自分の中でも判断を反論この場合はこうあれはこうっていうふうにもう地質地形は見るものなのでそれを1時間見たとか2時間見てですね早急に結論出せというのがもうこういうトレンチだともう我々本当に長い間時間かけてじっくりいろんなものを測定しながらですんでそれでもうなんてこういう結論をすぐっていうのはこれやり方としてね非常にまずいと思いますよ。ちょっとこれ今までこの間のあれだってものすごくたくさんのものを山の上から海岸からトンネルの中までね見されてそれで何かって言われてもちょっと、私の能力を超えてるような感じだったですね。ちょっともう少し冷静に科学的にじっくり考えさせてほしいというかそういうあれをしてもらわないとなんかちょっともうこの間はもうそれはもう他の人もそうだと思いますがどうでしょうか。うなずいてる広石さんどうぞ。どちらかといえば今日はそれなりに言いたいことを言ったと思いますけどもやっぱり例えば研究者同士のディスカッションの中では少しこうあやふやな過程なんかについてお互い聞くようなこともできるんですがそういうことが多少制限されるということはあるかなと公開でやっている以上はその辺は難しいところだなと思います。そういうただそういうその決定のプロセスを全て隠すということが問題だという意見もあると思いますので、今回のところは従うしかないと思いますが難しいところはあるというのは事実だと僕も思っています。はい、ありがとうございます。現場でもう少しやっぱりお互い同士の議論があるべきだという感じは私も持っておりまして、多少反省というか今のあり方が本当にいいのか、ただ現場で我々が議論をしてしまうとあそこで密談をしたんではないかというふうに逆に取られる、その部分が透明性を確保するのが非常に難しいというそういう逆の側面があることも事実なので、今回は非常にやりにくい形でやらせていただいたというかなってしまいまして、今後そこら辺はまた検討して、その透明性を確保しろと言われる皆様のご意見も伺いつつですね、どのように進めたらいいのかを検討させていただければと思います。他によろしいですか。どうぞ。関係ないんですが台場浜のトレンチの北側の拡大スケッチがないんですけど、それを7日には出していただあればあれば出していただきたいんですけど、それは関電さんにお願いできますでしょうか。それに取り計らいます。問題となっている一番、東側の部分ですね、そこを拡大したスケッチをお持ちでしたらそれを出していただきたい。受け止まりました。すみません。もしそれで可能であるんだったら関電さんの方でそこで断層のがどういう方向を向いているのかとか朝鮮が見えるのか見えないのかとかそのくらいの情報はあると非常に助かると思います。本当は我々が見てチェックをすべきところなんですけれども、それができないのは残念なところがありますが、それで水曜日7日の日は14時30分開始ということでお願いいたします。
あのなかなか初めてのことで、あのどういうふうに議論が進むものやら私も分からず、多少右往左往した感じはありますけれども、皆様の共通の見解があるということはあの事実だと思いますので、その点についてまとめていただき、見解が分かれているところは分かれているという形で一応まとめさせていただきました。今日は本当にありがとうございました。これで閉会といたします。